こんにちは、古田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、三和音、コードって言われる何かというお話と、その三和音のコードの聞き比べをやっていきます。まあ今日はメジャーとマイナーだけなんで、結構できると思うんですけど、そういったお話をしていきますね。はい、三和音っていうことでですね、記号が書いてあって、その記号で、その使っていい音っていうか、そのハーモニーをもう指し示してる感じですね。これがやっぱりこの概念がなかなかわからない人が結構多いんですけど、まあこれの要はルールを教えていきますね。そうすると、あ、こういうことやってるんだっていうことがわかると思います。これはそのコードという概念がわからない人からすると、まあ要は使っていい音、ドミソのハーモニーって書いたら、こう読むの大変じゃないですか。だから道路標識みたいなもんだっていうのをね、言っていた方もいらっしゃいましたけど、本当にその記号をパッて見ただけでそのハーモニーが思い浮かぶっていう形になるようにしてあるわけですね。で、まずはメジャートライアードからね、でマイナートライアードというやつと、まずこれが2つがこう基本になるわけなんで、でこれとルートっていう話と、展開形、こう音をいろんな形で積み重ね方を変えるということですね。で、まあ聞き分けクイズをやっていきたいと思います。なので何も知らなくても、あ、こうやって積み重ねてんだと思って、最後の聞き分けクイズは明るいか暗いかを聞き分けるだけですから、ぜひこう試してみてですね、何回かトライしていただければいいかなと思います。それでは始めていきましょう。まずメジャートライアードですね。度数という、ビデオが出てるので、度数がわからない人はそこをちょっと見といていただくといいんですが、長三度と短三度。一番最初に C っていう風に、こう、C はドレミファソラシで変わらない、音名のことをこうね、CD、D、E、F、G、A、B、C っていう風に名前を付けてあります。その C を中心に、これを短、長三度、短三度と積み上げた三和音、これが明るい響きがするので、メジャートライアード。トライアードってのは、三つの組っていうことなんで、三人組とかそういうことですね。なので、こう、トライアードって、三和音のことをトライアードと言います。で、C っていうふうにアルファベットで大文字で表記すると、ドミソの、この和音を指しますということですね。そうすると、今度は、マイナーっていうのは、今度は、ルートから、ルート、後でルートを説明します。最初の一番最初の音から、単三度、長三度、ひっくり返すのね。そうすると、暗い感じがしますよね。暗い響きがする。なので、マイナー、トライアードと言いまして、C マイナー、CM というふうに、M は小文字ですね。で、C マイナーってマイナスっていう書く人もいます。だからまあ、これがめんどくさい。もうこれ、みたいなね。ものすごいコードをたくさん書かなきゃいけないので、できるだけ簡略化したっていうことですね。昔ね、これメジャーのは大文字で書いて、マイナーは小文字で書くっていう人もいるんですけど、こう、うちの生徒さんがですね、音大の生徒ですよ。先生、マイナーの M はって言うから、マイナーの M はってことは、あ、大文字か小文字かの話かなと思ったら、山いくつですかっていう話です。山。見たら5つぐらい山書いてあって、いや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 、山は2つでしょう。それ音楽の話みたいな話をしたことがありますけど、まあ、恐るべき、学生がいましたね。C マイナーと、C メジャーということですね。さっき言った、ルートっていうのは根音と言います。根音っていう根っこっていう意味ね。だから最初のスタートの音がこう、ルートになって、で、3度、5度ってあります。で、マイナーの時はマイナーサードという人もいますが、ね、3度のことはマイナーであるかメジャーであるか、3度は3度ですね。で、1、3、5の響きになってます。ところがね、これメジャーじゃないですか。だけど、ルートが変わると響きが変わるということですが、このドミソを弾いててね、ルートっていうのを、この、ドをルートにしてればいいんですけど、ベースの音がラに行ったら、暗く聞こえませんか？暗く聞こえるというか、そうするとなんでかっていうと、この赤のところから数えて、これ、ここマイナーサードと5度になってて、で、それにセブンスみたいな、要は音が聞こえ方がするんですね。だからルートが変わると響きが変わって、メジャーに聞こえたり、マイナーに聞こえたりします。なので、ルートっていうのはすごい大事なんです。なんかベーシストって、その上に乗ってるハーモニーに対してわざと違うコードに聞こえるようにしたりとかってジャズの人はしたりしますね。で、ルート3度5度。これを基本形と言います。ね。で、ドミソでしょ。だからミソドでも同じ響きでしょ。で、ソドミでも
これ同じ C なんですね。だ C だったら、ドミソをどういう風に積み重ねてもいいっていう形で、これを基本形、第一展開形、第二展開形という風に呼んでいます。で、まあこの展開形がちょっと変わるとね、結構聞こえ方が変わるんで、まあそういうのも合わせて、メジャーマイナー当ててみましょうコーナーですね。最初にルートが鳴りまして、ハーモニーが鳴ります。で、第一展開形、第二展開形は基本、当てなくてもいいですけど、当てれる人はすごいね。トップの音聞こえたらわかるのかなと思いますけど、ルートの音を聞いて、ルートの音鳴らさないとさっき言ったみたいにね、メジャーかマイナーかわかんなくなっちゃったりとかするからね。じゃあ、これはメジャーかマイナーかを当ててみましょう。はい、わかりましたか？はい。B フラットメジャーの第一展開形となります。じゃあ次ね。これ分かったよね。これね。はい。マイナーですね。C マイナーの第二展開形でした。もう一個行きましょう。分かったかな？これはマイナーですね。E フラットマイナーの第一展開形でした。分かったかな？これメジャーですよね。メジャーとマイナー、まあまあわかるんじゃないかなと。はい。というわけで、聞き分けできましたですか？次回はあと2つを足しますので、まあここまでメジャーとマイナーは意外とわかるんじゃないかなと思います。明るい響きか暗い響きかだけなので、この辺はわかるんじゃないかな。で、これが完全に聞き比べるなっていたら、プラス2つ足します。まあでも、本当は、まあよく出てくるのはもう1個だけなんで、トライアドとしてはね。なので、やっていきたいと思いますので、ぜひこれ先に聞き分け練習しておきましょう。メルマガではですね、私このマイナーとメジャーのこの12個かける基本形第一展開第二展開形を今のやつをファイルにしてあって、プラスとメジャーとマイナーがこう何個だ？メジャーとマイナー36個ずつ、ファイルにしてあるやつが。メルマガの人はダウンロードできるようにしておきます。そうするとね、iPhone とかに入れておくと、パッて聞いて、で、目つぶって聞いたら、パッて曲面のとこ見ると、メジャーがマイナーが書いてあるということでですね。部活何でもそうですけど、ゲームみたいにして何でも習得していくって感じですね。だからこの本をここまで何分以内に読むとか、なんかそういうこう、クリアするこう、時間、制限時間と目標を決めて、それをやっていくって感じですね。こういう形にしてもらうと、音楽もなんか、別に楽器の演奏しないリスナーさんでもこのメジャーとマイナーの聴き比べができてると、ちょっとこういろいろ面白いことが出てくるんじゃないかなと。で、だんだんそのコードを組み合わせた流れっていうのを覚えていって、みたいな感じなんですけど、まずは、この2つのトライアドのコードを覚えました。頑張って覚えてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。